同じく第3位自衛隊体育学校伊藤美穂選手でした。どうぞ大きな拍手をお送りください。以上をもちましてグレコローマンスタイル 84kg 級の表彰式を終わります。なおグレコローマンスタイル 60kg 級第3位の選手谷岡康之選手と笹本誠選手はシングレット着用の上 B マット横にお越しください。ただいまよりグレコローマンスタイル 60kg 級の決勝戦を行います。両選手の入場です。盛大な拍手でお迎えください。それでは選手審判をご紹介します。青コーナー天皇杯3位自衛隊体育学校倉本和馬選手です。赤コーナー天皇杯1位昨年の今大会優勝者群馬ヤクルト販売松本龍太郎選手です。この試合の審判はマット・シアマ藤本健一さん、ジャッジ篠原さん、レフェリー沖山さんです。最初の90秒経過して両者ポイントはありませんので、指定通り赤の松本選手が優先権でこの第1ピリオドは入ります。青、倉本選手がポイント獲得です。現在得点が表示されているモニターにこれからビデオが映ります。Thank you.
どくさい。はい。第2ピリオド始まりました。
スタートの90秒終了間際にポイントを追加されて、赤の松本選手が現在6対1とリードです。ポイントリードをしている松本選手が次のブランドは優先権になります。連続ピリオドを取りました。赤群馬ヤクルト販売松本龍太郎選手、リオ連続大会連覇を達成です。それでは優勝しました松本